い、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカイベントモデルメルセデス AMG GTR を紹介します。はい、トミカ博のシーズンなのでイベントモデルの方をチェックしていきます。このモデルはトミカイベントモデルメルセデス AMG GTR です。ボディカラーの方がレッドだね。で、質感の方が艶消しのマットな感じになってます。すごく質感がいいね。で、フロントの方を見ていくとこんな感じだね。メルセデスのロゴがプリントされてて、ヘッドライトはシルバーの塗装になってます。この辺のグリル周りもすごく細かな作りだね。で、ボンネットの方を見ていくと、この部分にもメルセデスのロゴがプリントされてます。で、このままルーフの方を見ていくと、ルーフの部分はガンメタの塗装になってるね。この辺の窓の下の部分もガンメタ塗装になってます。で、助手席側はこんな感じだね。ドアの部分にトミカイベントモデルのプリントがあります。この辺りのエアロンかっこいいね。で、後ろの方はこんな感じだね。メルセデスのロゴがプリントされてて、 AMG とか GTR っていうのがプリントされてます。この辺もかっこよく作られてるね。で、助手席側はこんな感じだね。反対側の運転席側と同じデザインになってます。で、リアウィングの方はこんな感じだね。この部分は樹脂パーツで作られてます。内装の方を見てみるとこんな感じだね。インパネ部分もなんかレッドで塗装がされてあるのかな。運転席側を見てみるとこんな感じだね。ステアリングの部分とかもレッドで一部塗装がされてるように見えます。内装の部分が塗装されてるって珍しいね。で、タイヤの方はサスペンションがついてるね。で、あとドアの開閉アクションがついてます。で、裏の方はメルセデス AMG GTR ナンバー7番の2016年の写真になってます。通常版のグリーンのボディカラーもかっこよかったけど、やっぱりレッドのマットな質感っていうのもすごく上質感があるね。かっこいい一台になってると思います。箱の方はトミカイベントモデルのパッケージだね。メルセデス AMG GTR ナンバー18番のナンバーリングがされてます。で、箱の横の方はこんな感じだね。で、この部分にライセンスシールが貼られてます。で、裏の方はこんな感じだね。はい、今日はトミカイベントモデルメルセデス AMG GTR を紹介しました。で、ボディのマットな質感っていうのもすごく綺麗だね。触った感じもいい感じになってます。で、ベースモデルの形がしっかりしてるからグリル周りとかもすごく綺麗だね。で、このモデルを手に入れたい方はイベントモデルなのでトミカ博で購入することができます。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。